このところですね、ウチョウランばっかり取ってたもんですから、たまにはジュエルオーキッドっていうことで今取り始めたんですけどね。これレッドサンですね。4月いっぱいまでですね、日をガンガン当てて株を太らせていたんですけどね、まあそのせいもあって下の方の葉っぱって言いますかね、色が褪せてきましたけど、まあ5月に入って寒冷紗かけた場所に置いといて、やっと中から出てきたところにですね、色が差してきましたね。まあ本当はもうちょっと暗いんでしょうね。もうちょっと暗くした方がいいんでしょうけど、まあとりあえず花咲かせたいんで、日には多少当てているんですけど、この辺見るとまだこの葉っぱ止め葉になりそうもない感じですね。大きくなるかもしれないですね。こんな感じですね。ここまでするのに3年かかってますね。まだこれで止め葉にならないとすると、あと1年ぐらいかかるでしょうかね。もっとでかくなる、葉っぱがでかくなるってことですね。まあでも、まあ、いずれはこれで花咲いて、あと1年ぐらいのうちには交配できるかなとは思うんですけどね。この間同じレッドサンを次の展示用っていうことで出しておきましたけど、もう出して1週間ぐらい経ったもんですからね、だいぶ上向いてきましたね。横向きに植えないとですね、根っこの折りが悪いもんですから横に植えるんですけどね。先ほどのこれなんかはですね、鉢の中にまだ10センチぐらい茎があるんですけど、これもですね、同じぐらいの茎がありますね。だから根っこが3、4本下に埋まってんですけどね、植え切れなかったんでこっちにレッドサン植えといて、これはサンライトですね。もうサンライトみんな上向いてきちゃいましたね。これは前から置いてあるサンライトですけど、これは今薬品処理をしてありますね。この後植え込むんですけどね、これもレッドサンです。ご覧のようにこのぐらい茎長いですよ。こっち側ですね、いわゆる錦蘭ですね、泉です。まあ、泉って言ったらだってジュエルオーキッドの人は分かんないでしょうけどね、錦蘭の人なら泉って言えば分かるでしょうけど、なんか私のミクシーの知り合いの人が北海道の方にこれ予約してるんですってけど、なんか順番待ちで6番目とか言ってましたね。だいぶ一般社会ではなかなか手に入らないみたいですね。自分はこのように無造作に扱っちゃいますけどね。これも薬品処理してますね、今。一緒にサンライトも突っ込んでありますね。ほんと茎長いですよ、これ。こんな感じですね。こんだけやれば十分作れますね。まあ、ニシキランの世界ではですね、こんなひょろひょろの葉っぱなんていうのは、まあ見応えないんでしょうけど、物がないってことになれば、そんなことは別ですよね。あとは買った人が大事に作り込んでもらって、多少の火を取ってですね、やってもらえば、しっかりとした葉っぱになってきますから。まあそのぐらい自分でやって、買ってすぐ展示しようなんて甘いですね。じっくりと自分で作り込んで、1年、2年かけて、人に見せるっていう方は、そういうふうに作ればいいですね。私は人に見せませんから、こういうふうにやってて十分なんですね。これみんな寄せ植えに、持ってきたんですけどね。こっちはグッディエラのロストラータですね。一応中に、細かい種筋が入らないタイプのものと、プシーラミカが入るタイプのものを分けて今薬品で処理してますけど、もう3、4日経ったんでそろそろ植え込もうかなと思うんですけどね。これはカゴミランの斑入りですね。まあ人によってはこのサーコグラティスですね、
これをジェローキットに含もうと仕組んでる人もいるようですけど、これ南米産ですね。まあネジバナに近いんじゃないかなと思う種類ですけどね。ちょうど今咲いてますね。もう少ししたら交配したいなと思ってますけど、これが日本のネジバナとかかったら面白いですね。この葉っぱがこんな模様がね入っちゃうかもしれないですね。これは南蛮金銀草ですね。もう咲いてます。もう10回ぐらいはしぼんできましたかね。これハイブリッドするんで咲かしてるんですけど、今やってる暇がないんで100個ぐらい咲いてますかね。こっちはダメでしたね。これは南蛮金銀草じゃなくてヤブミョウガランですね。これはマコデスペテラのワイルドですね。あの前に動画でいっぱい並べて2月頃ですかね撮ってあったんですけど、これアルボですね。アネクトキルスのアルボ。これ白蘭ですね。もう花が咲き始めましたね。これはミヤマウゼラですね。シュスジですね。これはあのドシニアマルモラータのですね、カリマン島のものすごく細かいやつを撒いたんですけどね。そしたら逆にこういう全然網状脈の入らない平行脈のこんなのが、できましたんで、ほとんど網状脈入らないんですよね。平行脈ですよね。だいたいこういう平行脈のっていうと今まではルデシアがメインでしたけどね、こんだけ見事に平行脈でもうほとんど網状脈の入ってない。私はあの個人的に言うとね、丸もらったら嫌いなんですよね。細かく入るのはいいんですけど、それはそれでいいんですけどね、細かすぎてね綺麗さを感じないんですね。まあそれなんでこういうのを増やそうかと思ってます。もうこうやって次の葉っぱ出てきましたね。これはあのルデシアですけど、ルデシアの平行脈の多いのと、網状脈の多いやつのアルバと普通のやつをかけたやつの斑入りの選別品で、ポイボスアポロンです。だいぶ太くなってきましたよ。このぐらいですからね。早くでかくしてですね、花咲かして交配したいなと思ってるんですけど、これは、アケボノ、あ、斑入りですね。もうそろそろ飛べ場じゃないかな、この新から出てきましたけどね。これも、まあ、アケボノ斑ですね。これは今年に日本で3本しか入らなかったですね。マコデスのケンドルフィラってやつですね。根っこが全然なかったんですけどね、一番茎の長いやつを私が買ってきました。あと2本は別の方買ったかもしれないですけど、かなりが傷んでたんですけどね、やっと天葉が出てきましたね。これはあのホームページに貼ってあるあの斑入りの私のルデシアです。ここに斑が、出てきたんですけどね、まあ、まだうちにいっぱい置いてあるんですけどね、こっちに持ってきてないんで、そのうち持ってきたらまた取りますね。